さあ果たしてこの均衡を破るのはどちらになるでしょうか。これより第2クォーターに入ります。広島大学サーダン12の状況で試合再開。さあパスいった、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバックになる番、奥に走り込んだ0番にパス、一気に攻撃権更新、ロングパスによるタッチダウンを狙いましたが、それを取ったのは島田大3番、インターセプトにより攻守交代、ターンオーバー、攻撃権変わりまして島田大に変わります。見事インターセプト者は島田大学3番の天野でした。三木高校出身の2回生。さあ攻撃権を取り返しまして、三木、島根大学自陣5ヤード付近からですが攻撃を開始します。島根大学ファーストアウト、インターセプト、タッチダウン。なんと最初の得点を挙げたのはディフェンスだ。ここで島根はパスによって得点を狙いました。しかしそれをディフェンスラインマンがすかさずインターセプト。そのまま無人の荒野を一気に駆け上がりエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。広島大学インターセプトリターンタッチダウンで先制のタッチダウンを挙げております。そしてトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加、広島大学7点、島根大学0点。まず広島大学がインターセプトリターンタッチダウンで得点を得る形に成功いたしました。素晴らしいディフェンス、インターセプトリターンタッチダウンを決めましたのはディフェンスラインの選手でした。見事インターセプトリターンタッチダウンを決めたのは73番の川上でした。高橋高校出身の4回生、大仕事を決めました。そしてそのタッチダウンを挙げた川上のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側のキックオフで試合が再開いたします。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっています。さあ島根大リターンに入る、2周点突破を図りまして自陣33ヤード付近からの攻撃を得ます。さあ思わぬ形で先制点を許す形になりました島根大ですが、なんとかこの攻撃シリーズ得点に結びつけ状況を再びイーブンに戻したいと考えていると思います。島根大学ファーストダウン10、さあ抜けている、ナイスファーストダウン。まず最初のランプレー、キャリア10番にハンドオフしました。10番オフェンスサイドブロックの作りましたホールを見事に駆け抜け一気に右オープンに展開、一発で攻撃権更新果たしました。島根大学ファースター、最初にまず反撃のマスとなる素晴らしいラン決めたは10番の村田でした。新田高校出身の3回生です。島根大学相手陣49ヤードからファースターアンテ、リアースプレー、一旦バックスに立ちして左奥に展開してからその逆を突く展開でレシーバーに走らせました。
これが見事逃走しまして再び攻撃権更新です。島根大学ファースター、ここで一気に見せてきました。ここで託されましたのは3番の天野でした。三木高校出身、さあ島根大反撃に入ります。ボールオン相手陣36ヤードからのファーストアンテ、さあ密集点へのワンプレー、10番に託しました。しかしここは広島大のディフェンス陣フロント踏ん張りまして、ゲインは3ヤードに留めております。島根大学セカンドダウン7、ここでシフトしましてダイブプレーにしました。相手のタイミングをずらすように10番に突入させまして約3ヤードゲインを奪っています。この絶妙のタイミングを変えたランによって効果的に 前進を果たしました島根大。ここでホイッスルになっています。ここで島根大が後半2回目のタイムアウトを、失礼しました、後半1回目のタイムアウトを行使します。ここへ来て島根大学さまざまな策を講じてきました。タイミングを変える、そして相手の裏を突く大技を決めるなど非常に高難織り交ぜた攻め方でタッチダウンを狙いにかかっております。現在その島根大が前半1回目のタイムアウトを行使しています。チャット欄メッセージありがとうございます。アーサー70番いい選手、頑張ってくださいのメッセージ、そして早期0529さん、島根大学頑張れ、双方の大学に対する応援メッセージありがとうございます。さあこのタイムアウトでどのような策を行使するか、姉妹大サードン3、ここでクォーターバック自らランでいった、さまざまなシフトモーションを駆使しました。相手の動揺を誘いながら、しかしタイミングが崩れました。クォーターバックなんとかそれを前進に変えましたが、しかしフォースダウンとなります。島根大この対策、広島大ユタオさんとさまざまな準備をしてきたものと思われます。ここでホイッスル、ここで2回目のタイムアウトを島根大取ります。さあ島根大はここを勝負どころとしたか、2つのタイムアウトを行使しました。戦前の予想では広島大学ここまで圧勝を重ねておりまして、この試合も広島大が有利であろうというのが下馬評でした。これはおそらく島根大学もそうだというふうに感じていたということでしょう。これをなんとか抗わんとさまざまな策を用意してきたことがうかがえる現在の攻め方になっています。さあ島根大学このタイムアウトを生かせるでしょうか。フォースダウン2の状況、さあフォーメーションを組みましてフォースダウンギャンブルに入ります。パス不成功です。ここで島根大一気にエンドゾーン狙うパスを投じました。攻撃権更新でなく、ここで勝負をかけに行きましたが、しかしこれは広島大阻止しまして4回目の攻撃失敗、攻守変わりましてテイクオーバー、攻撃権は広島大に変わります。非常にトリッキーな体型を取りまして相手のカバーを
崩すような形でそのフォースダウンギャンブルを行使しましたが、これは広島大見事対応しました。行使変わりまして広島大自陣28ヤードからの攻撃、ファーストダウン。中央を一気に上がりました。97番これをキャッチ、一気に独走、そのままエンドゾーンまで相手振り切りました。タッチ、広島大学97番の素晴らしいパフォーマンスでタッチダウン化されております。97番安永、素晴らしいプレーでした。松山南高校出身に開催です。そしてこのトライフォーも見事決まりまして1点追加、広島大学14点、島根大学0点とその差広がる形になっています。97番素晴らしいキャッチアンドランパフォーマンスでした。広島島根大学3番も素晴らしいパシュートでなんとか仕留めんとしましたが、ギリギリこれを振り切りまして見事タッチダウン成立となっています。水様メッセージありがとうございます。広島大学応援していますのメッセージありがとうございます。そのメッセージに応えるかのような素晴らしいタッチダウンパフォーマンスでした。その得点を挙げた広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ島根大リターンに入る、さあ今日ついて右オープン展開を図りましたが、これは広島大のカバーします。しかし自陣35ヤードを確保し、この位置から島根大の攻撃に変わります。島根大学自陣35ヤードからファーストダウンテン、さあパスは通りました。しかしナイスディフェンス。まず左に展開していたレシーバー3番にパスを投じましたが、これはしかし広島第1番素晴らしいタックルをしまして、ゲインは失礼しました、このパス不成功しましてセカンドダウンに変えております。プレッシャーかけましたのは1番の吉村でした。江名高校出身、ファーストダウン。ここで島根大パスプレーで見事攻撃権更新果たしております。球を非常に難しい中密集点に入り込み、レシーバーの前に入って見事パスキャッチしまして、島根大学見事攻撃権更新果たしました。島根大学ファーストダウン。さあ前進しました島根大自陣46ヤードからのファーストダウンテン、ナイスファーストダウン。ここで今度はランプレー、ランニングバック10番クイックドローから中央突破し、一気に中央疾走し攻撃権更新、相手タックルをはじき飛ばす素晴らしいランで攻撃権更新になりました。島根大ファーストダウン。そのラン果たしましたのは10番の村田でした。新田高校出身3回生、島根大学相手陣41ヤードからファーストダウンテン。
さあ再び10番のランプへ、ハンドオフオプションからランニング枠に託しました。10番その期待に応え左オープンに展開、相手のディフェンス村上の中約8ヤードゲインを果たしています。この状況で地上戦を村田見事に果たしておりますが、イエローフラッグが飛んでいます。反則発生の模様です。オフェンスに反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則しました地点から10ヤードバッタイを受ける形になります。従いまして反則した地点から下がる格好になりますので、ファーストダウン16で試合再開となります。島根大学ファーストダウン16、パス成功。クォーターバックここで右に展開した3番にパス、ディフェンスのタックルの中で3番見事にキャッチしまして約8ヤードのゲインとしています。タフなキャッチを決めましたのは島根大学の3番の天野でした。三木高校出身です。島根大学セカンドダウン7、ここでトラブルありました。ランニング枠にトスをして右左オープン展開を図りましたが、タイミング合わずボールをファンブル。幸い味方を抑えましたが、しかし大きく後退する形になりまして、サードダウンとなっています。ここでウォーターブレイクに入ります。非常に巧みな攻撃を展開する島根ですが、先ほどはどうやら焦りがあった模様です。この辺りそれだけの動揺とそしてプレッシャーを与えている広島大学の凄まじい圧力も感じます。しかし果敢に挑む島根大学、現在得点を上げんと攻め立てている状況でウォーターブレイクに入っています。さあウォーターブレイク解きまして試合再開、島根大学サーダン14、さあここでフェイクを入れての中央へのランプ、密集点突破をランニング枠に託しましたが、しかし広島大譲りません。フォースダウンに変わります。島根大フォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックという形になります。パントがタッチバックとなった場合は相手チームに攻撃譲渡成立し、相手チームは自陣20ヤードからの攻撃と変わります。島根大非常に果敢な攻撃を展開しましたが、広島大これをしのぎまして攻撃権を奪い取る形になっております。さあ攻撃権変わりまして広島大の攻撃、ボールオン自陣20ヤードからファーストアウト、パス不成功、パス不成功の判定です。まずパスから入りました。右に展開した82番にパスを投じましたが、しかしディフェンスカバーありましてパス不成功、セカンドダウンに変わります。
ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。先ほどのパスターゲットは92番の選手でした。92番の広瀬がターゲットでした。試合再開です。広島大学セカンダウン10、ボールオン自陣20ヤードです。更新しました。広島大キャリアは1番、ハンドオフから右オフタックル付近につきまして見事攻撃権更新です。オフェンスラインナイスブロック、ナイスランでファーストランです。見事攻撃権更新しましたのは1番の吉村です。恵那高校出身4回生チェーンキャプテンです。広島大学自陣35ヤードからファーストランテ、同じくキャリア1番、タックル受けながらセカンドへ放送で約7ヤードのゲインを果たしています。ここは吉村、好調なランをどうやら展開し始めているようです。広島大学セカンドダウン3、ボールオン自陣42ヤード更新ファーストン。ここで左に展開した81番にパスを投じました。スリップしましたが81番これを見事にキャッチ、着地した視線で攻撃権更新になっていますので広島大学ファーストダウンとなっています。厳しい状況を見事キャッチしたのは81番の松岡でした。松山は中央高校出身3回生です。広島大学ファーストダウン10、ボールオン自陣46ヤード。パス不成功。今度は81番奥に走らせロングパスを投じました。ディフェンスが前に上がっていると判断しその奥をつきましたが、しかしパスがオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。広島大学しかし攻撃継続です。ボールオン自陣46ヤードからセカンドダウン10、ナイスラン、ファーストラン。ここでランクアップ1番が攻撃権更新果たしました。ハンドオフから左オフタックル付近突破しまして広島大学ファーストラン。ここはエースの吉村に託しまして攻撃権更新になっております。恵那高校出身4回生、ここで2ミッツウォーニングに入ります。今季より
カレッジルール NCAA ルールに大きな変革がありました。これまではプロリーグでしか採用されませんでした前後半残り2分での2ミニッツウォーニングが今季より採用となっております。アメリカンフットボールは得点を奪い合う得点を奪う競技でありますが、しかし時間を奪う戦いを含まれています。この残り2分の攻防、時間をかけた勝負にも注目ください。さあ2ミニッツウォーニング解けまして試合再開となります。残り2分の攻防です。前半残り2分をかけた戦いになります。広島大学相手陣44ヤードからのファーストダウンテイ、1番にボールを持たせ中央突破を図ります。しかしここで島根大も中央をのめり込みまして、ゲインは5ヤード程度にとどめています。しかし飛び越えるような素晴らしい力強いランを吉村が披露しています。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。広島大セカンドダウンファイブ、ファーストここでパスが通りまして攻撃権更新です。クォーターバック7番から21番にパスが通り攻撃権更新し、広島大学ファーストチェーンがセットされると時計は再び回り始めます。見事にパスキャッチしましたのは広島大学21番の湯気、佐賀西高校出身3回生です。キャリア1番2周点飛び込み、オフェンスラインマンの力を使いまして約7ヤードのゲインとなっていますが、ここでホイッスル、広島大ここで前半2回目のタイムアウトを使います。さあ前半残り時間は51秒となっています。この時間のうちに得点をしなければ現在のポジショニングは全てリセットになります。広島大としては何としてもこの残り時間の間にエンドゾーンに到達したいところでしょう。逆に広島大はこの時間を何とかしのぎたいところでもあります。さあ残り51秒の攻防です。広島大学セカンドダウンファイブ、インターセプト、ターンオーバー。ここで島根大学を見せました。一気にタッチダウン狙うパスを投じました広島大。しかしそれを見事競り合いましてインターセプトしましたのは島根大学3番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権変わりまして島根大学に移ります。見事なインターセプトを決めましたのは島根大学3番の阿波野でした。三木高校出身の2回生です。さあ島根大学非常に厳しい位置ですが攻撃を得ます。ボールは自陣3ヤードから島根大学ファーストダウンテン、
まず中央へのランプレーを選択しました。フルバックにボールを託したか、中央密集点に突入しまして前進を図っております。ゲインは1ヤードから2ヤード程度となっています。陣地が厳しいため、ここをなんとか回復せんと確実なプレーを展開する模様です。島根大学セカンドダウン8、ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、広島大学ラクーンズ14点、島根大学ウォリアーズ0点、広島大学が2タッチダウンリードする形で前半戦終了となっております。しかし大変見応えある一戦となっております。ここまで圧勝を続けていた広島大学に対し、島根大さまざまな策を講じまして非常に緊迫した一戦となっております。得点はまず、2タッチダウンの差となっておりますが、それでは感じないほど非常に拮抗した一戦となっています。さあ双方ともハーフタイムに入りました。共に作戦タイムに入り、その後半の対策を練ります。突破口を見出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。